クムル市は中華人民共和国新疆ウイグル自治区に位置する地球市。中国語ではハミ市と呼ばれる。新疆東部に位置しハミ盆地にある。北と北東はモンゴルと国境を接している。北西は小吉海賊自治州と南西はトルファン市と南はバインゴリンモンゴル自治州と南東は甘宿省主戦市とそれぞれ接している。 天山山脈の東園部にあり、バルクル山、カルリク山の山麓中部で、市境で南北を分けている。天山南北は、ハミ盆地とゴビ砂漠になっており、マノオアシスである。北陸は広大な草原、河川は季節性の消河川で、湖はほとんどが塩湖となっている。全市総面積は137000平方キロメートル、人口約61.7万人。 そのうち漢族が70%、ウイグル族が18%、カザフ族が9%、海族が3%となっている。市政府は、一ー区にあり、ハミウリの名産地である。この天山山脈最東部南のオアシスは、ウイグル語で、クムル、コムルという。モンゴル語では、ハミルといい、ハミはこの漢字転車である。68.95%が、漢族。 18.42%が、ウイグル族、8.76%が、カザフ族、2.97%が海賊で占められる。一市かつく、一県、一自治県を管轄。新京省、クムルセン区新京ウイグル自治区、クムル地区クムル市工業が盛んで、石炭、鉄、銅、ニッケル、金を産出する。トルファン市とハミ市にまたがる、トゥハイ油田もある。農業も盛んで、 ハミ市の名称を持つハミ売りが多く栽培されている。北部のバルクルカザ富士地県では、馬とラクダの飼育が盛んである。2015年に新装なったハミ駅普通道路は G312 国道があり、京新高速道路は建設中で、西隣のトルファン市ウルムチ市はすでに完成。鉄道は、ハミ駅に、乱神線、乱神線、第二伏線列車が止まる。空路には、 ハミ空港がある。ハミ地区博物館、クムルアセ国の応募群、ケース病などがある。ありがとうございます。